これもちょっとあのコメントでこんなものをいただきました、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そらさんからですね、いつも楽しく動画を拝見させてもらっております、はい、タイプ6ウィング5のものですと、うんうん、会社で隣に座っている先輩がおそらくタイプ8で、はい、入社当初は本当に面倒見がよく助かっていたのですが、うん、日頃からうまくいかないことがあると PC に向かって暴言を吐いています、うん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 、この客バカだからさ、うん、みたいな話ですかね、とかそんな感じじゃないですか、まあ、まあ素人がよみたいな、うん、まあいろいろあると思いますけどね、このシステム使いにくいんだわとか。ああなるほど、はい、あシステムへの、システムへのクライアントじゃなくて、クライアント、まあだからいろいろなんか8の人ってそういうのが全部出る感じじゃないですか。なるほど、うん、イラッとしたことが全部出るみたいな、はい、それに伴っての八つ当たりや、私の管理者ではないのに管理してこようとする言動に嫌気がさして、うん、何度も会社を辞めようとしましたと、うん、まあ、空気悪いですもんね、うんうん、あのピリピリ感嫌ですよね、はい、で結局歴代上司から引き止められ続けて現在も勤めていますが、うん、定期的な理不尽なやつあたりに疲弊する毎日です、うん、タイプ8の行動原理を聞いて反射的な舌打ちや暴言は仕方ないのだろう、こちらがスルーしていくしかないのだなと改めて思いましたと、うん、いうのを、いただきましてですね、はい、こんな本を持ってきました。バカボングラムです、はい、なんでこれからする話は、うん、本来エニアグラムは、うん、例えばね、人を傷つけるために使ったりとか、はい、人を貶めるために使ったりとかしないんですよ、うん、ましてや老子は言いますよ、うん、上昇の連隊長は関係をもてあそばないと、うん、はい、悪巧みはしないんですよ、うんうん、優れた人、賢人は、うん、賢人は、はい、なのでエニアグラムではないんですけど、うん、バカボングラムっていう本があって、はい、なのでタイプ8ではないんですけど、うん、ニャロメタイプっていうのがあるんですね、はいはい、ま、バカボン弱者、バカボンのこと知らない人は、はい、ニャロメって聞いてもピンとこないかもしれないんですけど、うんうん、ま、ニャロメ、ま、猫、親分肌の猫がいるんですよ。でニャロメタイプというのは会社では組織の中では良くも悪くも目立つ存在のニャロメタイプと、いろいろな問題を起こすトラブルメーカーではありますが、誰からも一目置かれる存在だったりしますと、うん、上司がニャロメタイプならばひとまず安心、あなたは敵ではなく子分なわけなので、いろいろ面倒を見てくれて外部からのさまざまな圧力から守ってくれるでしょうと、うん、しかし自分が全てを支配しようとしますから、あなたがあまり言うことを聞かなかったり隠し事をしたりすると大変ですと、うん、テキパキ言われた通り働き、その情報はすべてニャロメタイプに報告するようにすると機嫌がいい、うん、はい、でお世辞は逆効果なので言わないようにしましょうと、うんうん、かえってあなたの評価は下がります、うん、また小言が多くて褒めたりすることもあまりない、うん、褒めてくれないんですね、うん、ニャロメタイプは、うん、同僚であっても同じチームであれば、ニャロメタイプはあなたを自分の支配下に置こうとして対立してしまうのではないでしょうかと、はい、命令されるのは嫌うので、明確に役割分担を決めて多少困難を伴うようなことでもニャロメタイプ一人に任せてしまった方がいいでしょうと、うん、その方が本人もやる気が起こるはずですと、うん、ライバルの場合はフェアに競い合うようにすれば、うん、ニャロメタイプはあなたに見どころを感じて困った時には助けてくれたりするでしょうと、うん、ただ部下になるとニャロメタイプは厄介ですと、うん、仕事ができない半人前でも文句だけは一人前ですと、うん、権利ばかり主張して反抗し、言うことを聞かないこともしばしばですと、あなたが上司としてふさわしいかどうか、部下を平等に扱い公平に評価しているかを観察します。あなたが上司にふさわしくないと判断すれば、反対勢力のリーダーとしてあなたと対立するかもしれません、うんうん、あなたが優れたリーダー上司であれば、うん、尊敬できる人物としてよく働き、どんどん仕事をこなすスタッフに成長するでしょうと書いてありましたね、うんうんうん、はいはい、なので上司ではないけど、うん、同じチーム、うん、出会ったのだとしたら、うん、もうこの人を、うん、もう上司と思ってしまっていいんじゃないですかと、うんうんうん、もう報告ですよ、
報告、上司じゃないけど上司じゃないけど報告、うんうん、でこんなことをやりました、はい、みたいなのをやるともしかしたら可愛がってくれるのかもしれない、うん、どう思いました？こんなのどうですかとか言って、あいいね、うん、頼るといいね、上司のように上司のように、はい、ただまあもう今このソラさんはね、はい、うん、心が離れてるんですよ、はい、その人から、その人から、はい、でこのバカボングラムには、うん、本当はダメなんですよ、はい、でもねギャフンと言わせる一言っていうのがあるんですよ、はい、このソラさんは、うん、タイプ6ウィング5って言ってましたね、うん、でこのバカボングラムを読むと、うん、バカボンママが、はい、うん、おそらくタイプ6であろう感じで、はい、うん、バカボンのママタイプが、うん、ニャロメタイプに、うん、ギャフンと言わせる言葉、うん、相手を見て態度を変えるなんて卑怯ね、うん、っていうと、はい、うん、人間関係に気を配るバカボンママタイプが、うん、仲良くしようとしたのにニャロメタイプはいつも喧嘩腰ですと、うんうん、そんな時こう言えばニャロメタイプも少しはシュンとすることでしょうと、うん、相手がママタイプだからといってそんな態度を取ったわけでもないのに、うん、いやナロメタイプっていうのは、うん、この卑怯っていう言葉が、うんうんうん、要は俺は強いって、うん、まあ、思ってるというか、まあ、何だろう、もう強くあらねばいけない、ナチュラルボーン強いじゃないですか、はい、あの人たちって強くなくちゃいけないですからね、はい、で舐められちゃいけないと思ってる、はい、から、まあ、バカボンママタイプ、うんうん、ソラさんにそういう態度を取るんですよ、うん、でもおそらく上の人には、うん、そこまでそういうのはあからさまにはしないと思うんですね、バカボンママタイプほど、はい、相手を見て態度を変えるなんて卑怯ね、うん、と言ってやりましょうと、はい、危険ですね、危険ですよ喧嘩になりますよあの多分、はい、弁も立つんですよ、何がですか、8、はい、はい、弁も立つ、声も大きいんですよ、声が大きくて、はい、圧がすごいんですよ、圧ですよね、はい、オーラですよ、はい、北斗の拳のラオウですよ、はい、うんって、はい、時みたいにこのシュルシュルシュルって流せればいいんですけどね、はい、うんうん、でもこのバカボンママタイプが、はい、ニャロメタイプを幸せにする言葉、うん、こっちを使いましょうと、うん、あなたの言う通りをね、うん、正しいことを何とかして何としてでも貫きたいニャロメタイプ、はい、正しいことの価値が分かっているバカボンママタイプにその信念を分かってもらえたことは限りなく嬉しいでしょうと、うん、敵味方の区別をつけたがるネロメタイプなので、そう言われるとママタイプは味方として位置づけられるでしょうと、うん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 、ですよ、はいはい、どうですこの辺、まあそう思いますよ、やっぱギャフンとはあまり言わせない方が良さそうですよ、ね、ギャフンは、はい、まあ、注意しましょうって言葉だと思いますけどね、この言葉言うとニャロメタイプが怒るよって怒るようだとは思いますけどね、だからこれ各タイプごとにニャロメタイプを怒らせる言葉っていうのがあるんですね、はい、例えば、うん、隊長、はい、隊長は、うん、バカボンなんですよ、はい、バカにしてないですよ、はい、何も言ってないですよ、多分タイプ9が、はい、多分バカボン、うん、でバカボンがニャロメタイプに、はい、ギャフンと言わせる言葉、うん、これどうなん、ちょっと自分分かんないんですけど、それでも自立しているつもりなの、バカボンがニャロメタイプにギャフンと言わせる言葉、自立してたいってことですよね、読んでいいですか、はい、自立心が強く他人に頼らず自分の力だけで生きているつもりでいるニャロメタイプ、うん、はい、周りのみんなと調和を取りながら平和に生きているバカボンタイプからすれば、うん、ニャロメタイプの自立は自分勝手な行為、うん、しっかり自立しているつもりだったのに、うん、それを否定されてしまってニャロメタイプは今にも暴れ出しそうです、はい、僕ちょっとピンとこないんですけど、自立してるって思ってる、はい、でそんなの自立してると思ってるのって言い方ですねっていう話ですよね、 Qも自立してるタイプみたいな話じゃないですか、独立して自立してるみたいな、はいはい、だからそんなまだまだだよって言われてる感じじゃないですか、でもタイプ9って、はい、一緒同同化じゃないですか、うん、一緒になる人じゃないですか、はい、一緒になる人っていうのは、まあ、正しくはない、言い方がごめんなさい、はいはい、けど、まあ、自立心が、まあ、ガッツタイプ、ガッツです、本能タイプは、はい、
自立心が強いタイプじゃないですか、はい、自立心ってこう自分一人で生きていけるようにしたい、うん、タイプ9ちょっとそれ僕ピンとこないんですけど、どういう意味でそれは自立なんですかね、タイプ9の自立。タイプ9は有利だから関わるなだと思うんですよ、はい、とりあえず相手に合わせてやり過ごす、自分は自分一人で生きていけるみたいな、あ何か敵が来てもとりあえず適当にこうやり過ごすみたいな、うまくやってるよっていうこと、うまくやってるよで、なんかまあ両方なわけじゃないですか、両方、あ、うんはい、そうですね、うん、なのでこう真ん中なので、はい、まあ、そういうところ、まあ、センター中心、そうですね、はい、みたいなところですよね。で8はもうすごい偏ってるじゃないですか、ガッツ、ガッツのガッツの剣ですよ、本当にあの力、ベルセルクでいうとこの体験ですよ、はいはい、ですごい偏ってるので、はい、それで自立してるつもりなのみたいな話じゃないですか。なるほど、はい、欠けてるよねいっぱいみたいな笑いながら、はいはい、っていう感じじゃないですか、キューが言うと。なるほど、はい、でバカボンがニャロメタイプを幸せにする言葉は、うん、君には安心して本音が言えるよ、うん、ニャロメタイプは聞かざることなく俺は本音で付き合いたいんだ、うん、俺は本音で生きてるし、うんうん、もう本当にそうなんでしょうね、はいはい、なので同じように自分を飾ることがないバカボンタイプとなら本当に本音で語り合えるんじゃないかと思ってます。そのつもりになるって話ですよね、はい、で人気があってたくさんバカボンタイプは周りに人が囲んでるんですよ、はい、そんなバカボンに本音を言ってもらえるなんて、うん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 、で自分を特別な存在に位置づけてくれたことも嬉しいと感じると、うんうん、だからやっぱりこのニャロメタイプは若干このこうしやすいところもありますよね、うん、見られちゃダメですけど、見られるとドカーンときます、ね、それを悟られると、はいはい、で僕みたいに、うん、僕はあの本音が言えないというか、うん、本音がわからないというか、自分の、まあ、本音って何ってなっちゃう、自分の本音よりも相手の本音が気になってしょうがないですよね。あ、それもわかる、はい、あ、そうだなどっちかというとそうかもしれません、うん、なので、まあ、こんなことは言えないんですけどね、はいはいはい、だからよくできた本でございますと、うん、なのでこのソラさんも、なんでソラさんはタイプ6というご自覚らしいので、うんうん、先ほど紹介したバカボンママのようにですね、うんうん、だからまあ逆に言うとその8がそういう風に見てるって話ですよね。この人は結構正しいことをするみたいな、はい、だと思います、はい、6の人に対して6の判断は正しいって思ってるの、うんうんうん、だという風に書いてありますね。で9はなんとなく自立してるみたいな話に捉えてる、うんうんうん、から そこにそうやって逆のこと言われるとくさっとくるみたいな、はい、なので あなたの言う通りよねって、はい、だからもう報告ですよね、はい、上司じゃないって書いてましたからね、うんうんうん、うまくやりたいなら、うん、上司だと思ってもいいんじゃないですかって、はいはいはい、はい、うん、で頼りましょうですよね、うん、まあ、頼られるの好きですからね、はい、でもパチパチドン問題あるじゃないですか、はい、会社でおけるキーボードパチパチドン問題、イライラ、うん、これどうやって注意します、横に座ってる人に。分かんないですよね、横で座ってるタイプ8に言いづらいですよね、言って何かの言い方でうまいことやめさせられる気がしない、大谷君ってそういうキーボードの打ち方しないですよって、ダメだとってくるじゃないですか、なんか来そうな感じがするじゃないですか、来そうな感じします、はい、そうやって入ってきそうな、分かんないですか、ね、機嫌がいい時に、うん、あのパチパチなんとかなりませんって、なんとかなりませんって言うとちょっと苦言的などうしよう、僕なんて言おうかな、うん、こっちもやるパチ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 ドーン、うるせえって言われます、言われそうですよねって言われたら、はい、あ、すいません、なんかつい先輩の癖が映っちゃって、うんうん、ってどうですか、どうですかって分かんないですよ、僕8の分かんないっていうのは今ちょっと、はい、なんて言うんだろう、先輩って尊敬してますっていうのを見せながら、はい、苦言を呈したんですよ、はいはい、苦言が生意気なみたいな感じじゃないですか、だから言ってないんですよ、先輩の真似しちゃい、ちょっと先輩のが映っちゃいましたって、はいはい、似合って顔しながら、はいはい、気持ちいいっすよねとか言ってこわあーなるほど、うん、こうやってやるとスカッとしますねって、うん、いつも、ちょっと真似してみましたみたいな、わかんないですよ、はい、ちょっとソラさんこれをやって試してください、はい、で感想を教えてください、はい感想をパチパチやってるかどうかわかんないですよ、いやだからやってくださいってことですよ、ソラさんに、違う相手がですよ、相手やる人ですもん、あパチパチ、うん、あ
そっか、パチ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 ドンはやるとは書いてないですね。書いてない。ただまあその職種によるじゃないですか、やつ、あパチパチやるかどうかは。そっか、パソコンやってなかったらね。パソコン、そうで、パソコンすごく苦手だったりしたらこうやって押してる可能性ありますよね。確かに。はい、でもまあ何らか、例えばカフェで働いたとしても、はい、夜間をダーンって置いたりするんですよ。はい。まあこうダダダダダダ。ああ、もうそういうのですよ。うん、もう真似する。真似して映っちゃいましたって。